ったおしっこを容器に移していきます。病院でお渡ししている容器を使っていただいても良いですし、もしない場合はご自宅にあるプラスチック容器に移してください。病院でお渡ししている容器にはスポイトが入っていますので、こちらを使っていきます。スポイトでだいたい容器の3分の1ほど尿を入れていきます。尿を入れたら蓋をしっかりと閉め、ご不安であれば蓋との接続部にセロハンテープを一周巻いていただいても構いません。取った容器をお名前がわかる袋に入れ、ご到着されましたら受付にお出しください。またおしっこを取った時間もお記載いただくとより良いです。次に猫ちゃんのおしっこの取り方についてです。システムトイレをご利用の場合は砂を取っていただき、容器のみにしていただければと思います。ペットシーツを敷かれている場合は吸水面とは裏面をセットし、猫ちゃんがおしっこするのを待ちます。猫ちゃんがおしっこをしたら、お渡ししているスポイトを使って容器へ移していきます。容器への移し方、病院へのおじさんの方法はワンちゃんの時と同様です。